美味しい。こんにちは、マクワタンです。ごまドレッシング作ります。こちらのタヒンを使って。ごまドレッシングって日本産のもの海外で買うと高いですよね。タヒンはドイツスーパーでも最近よく見かけるようになりました。こちらで美味しいのを作っていくので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。まずは白ワインと砂糖を計量していきます。ワインは一番安くて癖のないものを使用すると良いかと思われます。日本の料理酒買うと高いですからね。ワインで十分です。ワインと砂糖は鍋に入れ、火にかけ、強火にかけ、沸騰させアルコールを飛ばしていきます。沸騰したらボウルに移し、少し粗熱を取っておきます。材料を計量しておきます。ごまペースト、ごま油、醤油、お酢、レモン汁、サラダ油、ごま、煮切ったワインと砂糖。フードプロセッサーにすべて入れ、1分ほど攪拌していきます。フードプロセッサーがない場合はボウルで混ぜるだけでも大丈夫です。こんな感じでトローンとしてれば OK ですね。容器に移していきましょう。容器に移し冷蔵庫に入れておけば2週間ぐらいは保存可能ですね。後半戦はドレッシングに合う簡単なサラダ紹介していきます。この機会にチャンネル登録していただければ嬉しいです。キノコのサラダです。フライパンにサラダ油を引き温め、適当にマッシュルームを炒めていきます。これぐらいの薄さですね。これぐらいまでいい感じに炒まってきたら白ワインを加えます。じゅわーっと。お次にバターです。バターを加え、お次に塩、そして胡椒を少々加えていきます。最後に醤油をちょろっと垂らしてさーっと炒め合わせれば、こんな感じで OK ですね。こちらをサラダの上にぶわっと盛り付ければ、こちらでキノコの簡単サラダが完成しました。そしてドレッシングをぶわーっとかけてあげれば美味しいはずです。食べていきます。美味しい。出ました、美味しい。懐かしのごまドレッシングの風味、ごまの香りがたまらない。キノコのサラダの相性もいい。冷やしトマトともバッチグーな相性。これ肉料理にかけてもいけますね、唐揚げとか。ということでビールいきます。どうでしょうか。ビールがふむつって簡単安価でお手軽ドレッシング、よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。以上です。